だったら誰に頼まれた？浅野の娘か。誰だっていいだろう。どうせお前も死ぬんだからよ。ふざけてんじゃねえぞ。心への一、相手の軌道を封じたら8割の勝利。危ねえな。この辺りは俺が生まれ育った場所でね。ガキの頃、ダチの一人がぬかるみにはまって死んでるのを俺が発見した。ちょうどあんたが立ってる辺りだ。心への二、血の利を持って天を走。はっ。